ジョバンニ・バッティスタ・ティエポロのアポロンとダフネルーブル美術館所蔵ジャン・ロレンツォ・ベルニーニの彫刻アポロンとダフネボルゲーゼ美術館所蔵ダプネーはギリシア神話に登場するニュンペイであるデッサリア地方のカシン・ペーネオスの娘あるいはアルカディア地方のカシン・ラドーンの娘ダプネーはギリシア語で月桂樹という意味欧米では 女性の名前として名付けられることもあり、日本語ではドイツ語、フランス語経由でダフネとも呼ばれる。アポローンに求愛されたダプネーが自らの身を月経樹に変える話はギリシア神話の物語の中でもポピュラーであり、この物語に由来する芸術作品や風習が数多く存在している。ある日アポローンは弓矢で遊んでいたエロースを揶揄する。 そのことで激怒したエロースは相手に恋する金の矢を、アポローンに逆に相手を疎む、鉛の矢を近くで川遊びをしていたダプネーにそれぞれ放った。金の矢でいられたアポローンは、ダプネーに求愛し続ける一方、鉛の矢をいられたダプネーは、アポローンを堅くなに拒絶した。追うアポローンと逃げるダプネー、ついに、アポローンは、ベーネーオスカハンまでダプネーを追い詰めたが、 ダプネーはアポローンの求愛から逃れるために父である川の神に自らの身を変えることを強く望んだ。その望みを聞き届けた父はダプネーの体を月桂樹に変えた。あと一歩で手が届くところで月桂樹に変えられてしまったダプネーの姿を見てアポローンはひどく悲しんだ。そしてアポローンはその愛の永遠の証として月桂樹の枝から月桂冠を作り、 永遠に身につけている。アルカディア地方やエイリス地方の伝承によると、ピーサ王、オいのマオスの息子レウキッポスがダプネーに恋をした。しかしダプネーは男を避けていたので、女装して自分をオいのマオスの娘だと偽って近づいた。ダプネーは他の女よりも身分が高く、狩りの腕にも引いてていたのですぐに、レウキッポスのことを気に入った。しかしアポロオン神は腹を立て、 ダプネや他の女たちにラードオン側で泳ぎたいという強い思いを抱かせた。しかしレウキッポスが泳ぎたがらないので、女たちはレウキッポスの衣服を剥ぎ取り、男であることに気づくと剣で殺した。なお、セレウコス一世はアンティオキア近郊のダプネの地にアポローンの神殿を造営したが、そこにはダプネが変身したとされる月景樹があったという。ロベールルフェーブルの絵画、 アポロンから逃げるが船、個人像、ありがとうございます。